週末映画情報シネマキン。週末映画情報シネマキング第72回目スタートいたします。案内役は映画でナビゲーター、そしてシネマクロスメディア C2 発行編集人の川本明がお届けします。今回は8月11日金曜日、そして8月12日土曜日、合わせて10作品以上紹介していきます。まずは8月11日金曜日、スパイダーマンホームカミング、新たなスパイダーマン紹介していきます。最初に紹介するのはスパイダーマンホームカミング。この作品はサムライミ監督&トビー・マグワイヤー主演のスパイダーマン、そしてマーク・ウェブ監督&アンドリュー・ガーフィールド主演のアメイジング・スパイダーマン、これに続いて3度目の映画化となる新たなスパイダーマンです。新たなスパイダーマンで主人公ピーター・パーカーを演じるのはインポッシブルのトム・ホランド、アベンジャーシリーズなどで世界観を共有しているマーベル・シネマティック・ユニバースに今回参戦します。スパイダーマンホームカミング、8月11日金曜よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは少女ファニーと運命の旅。この作品、ナチスドイツ支配下のフランスからスイスへ子供たちだけで旅を続けたユダヤ人の少女の実話を映画化したヒューマンドラマです。少女ファニーと運命の旅、8月11日金曜より東方シネマズ名古屋ベイシティ他で公開です。続いて紹介するのは俺たちポップスター。この作品、40歳の童貞男でメガホンを取ったジャド・アパトーが制作を手掛け、サタデーナイトライブでブレイクしたコメディグループザ・ロンリーアイランドのアンディ・サムバーグ、ヨーマ・タコン、アキバ・ジェイファーが制作監督脚本出演を務めるなど、ハリウッドを代表するエンターテイナーがタッグを組み、音楽ドキュメンタリーにまつわるパロディ満載のエンターテインメント作品を作り上げました。俺たちポップスター、8月12日土曜よりセンチュリーシネマ他で公開です。続いて紹介するのはフェリシーと夢のトゥーシューズ。この作品はエル・ファニングとデイン・デハン、そしてカナダの歌手カーリー・レイ・シプセン、この3人が声優を務めるバレリーナを夢見る少女の姿を描いたアニメーション作品です。最強の2人の制作陣が初のアニメ映画に挑んだ感動作となっております。フェリシーと夢のトゥーシューズ、8月12日土曜よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは海底47メートル。この作品はメキシコで休暇中の姉妹がサメを鑑賞するシャークケイジダイビングを体験中に不慮のアクシデントで水深47メートルまで落下。檻の中で人食いザメの恐怖と対峙する姿を描いたシチュエーションパニックスリラーです。果たして二人の姉妹の運命は。怖いです。海底47メートル、8月12日土曜よりミッドランドスクエアシネマにて公開です。続いて紹介するのは天城人生。この作品はイタリアの巨匠マルコ・ベロッキオがイタリア人ジャーナリストのマッシモ・クラメリーニによるベストセラー自伝小説を映画化し、1960年から90年代の古都トリノと首都ローマを舞台に、一人の男の人生を通して激動した戦後イタリアの光と影をあぶり出した人間ドラマとなっております。天城人生、8月12日土曜より伏見ミリオン座にて公開です。続いて紹介するのは静かなる情熱、エミリー・ディキンスン。この作品、アメリカの女性詩人エミリー・ディキンスンの生涯をセックス&ザ・シティのシンシア・ニクソン主演で映画化したものです。北米の小さな町の屋敷から出ることなく、生前にわずか10編の詩を発表したのみで無名のまま生涯を終えたディキンスの人となりを描いていきます。静かなる情熱、エミリー・ディキンスン、8月12日土曜よりメイン小劇場にて公開です。続いて紹介するのは僕らの亡命。この作品、冬の獣で第11回東京フィルメックス最優秀作品賞を受賞した内田信照監督が孤独な男女の他者への依存をテーマに描いた
自主制作による長編映画となっております。なんとも言えない閉塞感に身がよじれるような作品となっております。僕らの亡命、8月12日土曜から8月18日金曜日までシネマスコーレにて連日17時40分から上映です。続いて紹介するのはブレンダンとケルズの秘密。この作品は2015年に発表した長編監督第2作ソング・オブ・ザ・シー海の歌が第87回アカデミー賞長編アニメーション賞にノミネートされ、同作が16年に日本でも劇場公開されて注目を集めたトム・ムーア監督が2009年に手掛けた監督デビュー作となります。ブレンダンとケルズの秘密、8月12日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です。続いて紹介するのは逆光の頃。この作品、人気フィギュアコップのフチ子の原案者としても知られる漫画家田中克樹の名作コミックを実写映画化した青春ドラマです。主人公を高杉真宙、そしてヒロインを蒼井若菜が演じております。逆光の頃、8月12日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です。続いて紹介するのはお江戸のキャンディー2ロアゾードゥパラディ天国の鳥編。この作品は女優広田レオナがメガホンを取り、独特の世界観で評判を呼んだ異色恋愛映画お江戸のキャンディーの第2弾作品となります。お江戸のキャンディー2ロアゾードゥパラディ天国の鳥編は8月12日土曜よりシネマスコーレにて公開です。いかがでしたでしょうか。夏休み間近となってきました。皆さん映画館で映画寝してみてください。それではシーツもよろしく。さようなら。